この項目では、日本放送協会のテレビ国際放送のうち、NHK ワールド TV で放送される番組を紹介する。NHK ワールドプレミアムで放送される番組については、NHK ワールドプレミアム番組一覧を参照。NHK ワールド TV は、海外での直接受信が想定されているため、英語による情報発信が主目的とされており、ワールドプレミアムとの間で編成の見直しが進められ、現在は全時間帯が英語主音声となるように再編されている。そのため、日本語音声のみの番組及び権利関係で、外国人向け放送の直接受信に向かない番組は、すべてワールドプレミアムへ移動した。以下総合テレビは GTV、教育テレビはETV、BS1 は BS1、BS プレミアムは BS プレミアム、NHK ワールドプレミアムはワールドプレミアムとそれぞれ表記する。2は英語主音声の二重音声。また放送時間は日本標準時表記である。NHK ワールドプレミアムでの放送時間は月曜、未明を除いて2時-2、30に固定されているが、大相撲中継期間中は、当該時間帯に、大相撲幕内の全取組と5分間のミニ番組が編成されるため休止、または時間帯移動される。NHK ワールド TV は、海外への日本情報発信媒体とするという方針が明確化されたため、これに当てはまらない番組についてはすべてプレミアムへ移された。なお、権利関係等により放送できない場合や、部分削除を行った上で、時差放送する場合がある。NHK ワールドテレビ国際放送の共通点の項も参照。特記のないものは、すべて完全英語吹き替えでの放送となっている。INは、ノンスクランブル放送の対象番組となっており、海外での一般視聴者による直接受信及び有料放送サービス対象外の日本国内でも一般の海外衛星放送受信装置で視聴が可能である。ありがとうございます。